お料理クマチャンネルです。今日はバルサミコソースを作ります。このソースはお肉料理と相性抜群で、サラダのドレッシングにも使えますので、ぜひ覚えてください。フライパンにバルサミコ酢、醤油を 150cc ずつ、おろしニンニク少々、砂糖大さじ5杯、最初は中火で煮詰めます。香りが強いのでしっかり換気しましょう。今日のポイントです。ふつふつしてきたら弱火にしてください。醤油が焦げると焦げ臭いソースになってしまうので注意してください。表面に膜ができてこれくらいとろみが出たら完成です。容器に移して冷蔵庫で保存してください。1ヶ月は余裕で持ちます。もし冷蔵庫で固まってしまったら湯煎などして溶かして使ってください。